横浜市在住の図書一郎さんは、薩摩藩家老図書広里の7代目の子孫です。民間のシンクタンクの役員として経済がご専門の図書さんですが、歴史研究家としても知られ、去年鹿児島の歴史作家桐野作人さんとの共著で、西郷隆盛という生き方という本も出版しました。明治維新150年の今年は、幕末維新をテーマにした講演会に呼ばれることも多く、先日も桐野さんや徳川家子孫の徳川家広さんと、西郷どんと明治維新をテーマにしたパネルディスカッションに参加しました。その図書さんとテノンとの出会いは、かつて島津家の菩提寺だった鹿児島市の福生寺跡でした。島津家歴代のお殿様たちのお墓があるこの場所に、図書広里も眠っているのです。一昨年の夏、この場所で薩摩を救った救世主として図書広里を取り上げた紙芝居会があり、その席に図書さんが招かれていました。この時、イラストレーター千賀美咲さんの原画による紙芝居が披露されました。江戸時代も幕末に近い頃、薩摩藩は500万両という巨額の借金を抱え、まさに破産寸前の状態でした。当時の薩摩の年収が12万両から14万両だったといいますから、桁違いの借金です。その財政の立て直しを命じられた図書さんは、命がけの改革を断行。離島の特産品である黒砂糖をはじめ、さまざまな商品作物を開発、それらを藩の専売制にして高くで売ったり、琉球を通じて清との密貿易を行ったりして、莫大な利益を得ていきました。そしてわずか10年余りで巨額の負債を解決し、蓄えまで残すという財政改革を成し遂げたのです。蓄えたお金で神殿開発や鶴丸城の修復、五大説教を作ることを発案するなど、思い切って資金を投入しました。しかし、あまりに徹底した改革で奄美をはじめとする島民が重税に苦しめられたことや、幕府に密貿易の嫌疑をかけられ、藩主に迷惑がかかることを恐れて自殺したことなどから、汚名を着せられることになります。図書家は屋敷も取り上げられ、一族は離散、名前を変えて居場所を転々とするなどの迫害を受けました。徹底した財政改革の断行、跡継ぎをめぐるお家騒動では、西郷さんや大久保さんたちと対立、最後は自害したことなどから、図書さんは長い間歴史の表舞台で評価されず、むしろ悪者のように言われてきました。その功績が評価されるようになるまでには、とても長い時間がかかりました。鹿児島市の天保山に銅像が建立されたのは平成10年のこと。亡くなってから実に150年もの歳月が流れていました。鹿児島の歴史研究の第一人者、原口泉先生は、紙芝居会で子どもたちにこう語りかけました。薩摩に大きな蓄えがあったからこそ、他の藩に先駆けて軍事力を強化したり、産業の近代化を図れたりしたんだよ。強い薩摩の礎を作ったのが図書さんで、図書さんがいなかったら、あの明治維新での西郷さんや大久保さんの活躍もなかったかも。図書さんは
まさに薩摩の大恩人と話されました。この会に参加していた鹿児島市に住む図書さんの7代目子孫川原明子さんはこう話しました。母から図書広里のことを薩摩の重臣として活躍したと聞いていました。でも一方で庶民を苦しめた話も聞いたりして悶々としていたけど、胸のつかえが取れてなんだかすっきりしましたとにっこり。図書さんはこの日、明子さんの息子さんの8代目子孫にあたる鉄平くんとも初対面しました。図書さんはこう話します。歴史には表と裏があって面白い。どっちから見るかで違ってくる。本当はどうだったのか知りたくて、今も全国あちこち歩き回っています。自分の目で見て足で歩いて歴史を調べてみたら面白いですよ。西郷さんや大久保さんの少し前の時代を生き、明治維新の礎を築いた図書広里を先祖に持つ図書一郎さん、歴史的評価は解き明かされ塗り替えられていく。歴史を複眼的に俯瞰してみることが大切と話します。明治維新をリードした西郷さんをはじめとする薩摩の志士たちにも関心が深く、今日は独自の視点で歴史の表裏を紐解いていただきます。